ちの椅子が高い。大変長らくお待たせいたしました。ただいまより模型列車の運転を行います。運転時間は約15分です。この模型場では実物の車両の約80分の1サイズの HO ゲージと呼ばれる模型を使って運転いたします。さあ、今日も朝がやってきました。鉄道の一日が始まります。新幹線ターミナル駅を出発した車両は N700 系新幹線電車です。新幹線電車は山陽九州新幹線のみずほ、さくらとして運転されています。2011年に登場し、新大阪、鹿児島、中央間を結んでいます。京都駅から主に大阪方面に向けて運行している321系通勤型電車です。右に向かって出発した白色の電車は京都線の快速電車や奈良線の宮古寺快速などで活躍している221系近郊型電車です。大阪環状線の普通電車です。103系と呼ばれるこの電車は当館のプロムナードでトップナンバーの車両を展示しています。阪急電鉄の8000系電車が出発しました。この電車は神戸線と宝塚線を走っています。舞鶴、橋立てとして走っています。新幹線中間駅を500系新幹線電車が出発いたします。500系新幹線電車は営業運転で初めて時速 300km を実現しました。特急浜風がスイッチバックを行い、山を下っていきます。上り下りすることです。この後浜風はレンガアーチ橋あたりループ線へと入っていきます。ここにある在来線駅より寝台特急トワイライトエクスプレスが出発いたします。窓の大きなサロンカーや屋根の低い食堂車、高架のトワイライトプラザには食堂車を含む3両を展示しています。海沿いにあります貨物船ターミナル駅を貨物列車が出発していきます。先頭は EF81 型電気機関車です。イベントを備えレールスターの愛称で親しまれています。
になりました。たくさんのお客様を乗せた列車が車内の明かりで沿線を照らしながら走っています。夜も更けてきました。在来線駅を寝台特急サンライズエクスプレスが出発していきます。この電車は東京と島根、香川を結ぶ個室が中心の寝台列車です。寝台列車が走る時間帯には線路のメンテナンスが行われています。古いレールと新しいレールを交換するなど、鉄道の安全を支える大切な仕事です。朝になりました。鉄道の一日は早いです。朝の5時、通勤通学のお客様を乗せて始発列車が出発します。この車両はドクターイエローの愛称で親しまれている新幹線電気軌道総合試験車です。線路や架線、信号設備などの検測を行う新幹線のお医者さんとして活躍しています。新幹線ターミナル駅を海の方に向かって E5 系新幹線電車が出発しました。 E5 系新幹線電車は日本で初めてグランクラスを備えた車両で、大阪と金沢を結ぶ特急電車でサンダーバードとして走っています。私鉄線中央駅を左に向かって近鉄特急島風が出発しました。座席が全てデラックスタイプの豪華な列車で、大阪、京都、名古屋と伊勢志摩を結んでいます。懐かしい列車が在来線駅を左に向かって出発します。新幹線中間駅からも少し懐かしいゼロ系新幹線電車が出発しました。今日ご紹介した車両の中には、当館の食堂やスカイテラスから実際に走っている姿が見えるものもあります。探してみてはいかがでしょうか。ゼロ系新幹線電車が海の方に向かって走っています。これをもちまして今回の鉄道ジオラマは終了いたします。ご見学ありがとうございました。この後も関西のゆっくりとご覧ください。
ところ。Thank you.
お急ぎくださいませ。ご乗車の皆様は、メッセージの量までお越しください。